ハスの葉の表面を流れ落ちる水滴コンピューターグラフィックスで描いたハスの葉の表面構造さとの葉のロータス効果をもたらす水玉と葉表面の無数の突起微細構造の拡大写真ロータス効果は材料工学においてハス科の植物に見られる事情性を指す用語ハス効果とも蓮は泥の多い池や沼を好むがその葉や花は綺麗な状態を保つヒンドゥー教では レンゲは純粋さや前世の象徴とされ、中国や日本では、レンは泥より出て、泥に染まらずと言い並ばして、やはり、レンを愛してきた。ハスの葉を研究した、ドイツの植物学者、ビルヘルム・バルトロットにより、そこに天然の自浄機構が備わっていることが発見された。なお、ロータスエフェクトと、ロータスエフェクトは、登録商標である。ハスの葉は、 その微細構造と表面の化学的特性により、決して濡れることがない。葉の表面についた水は、表面張力によって、水銀のように丸まって、水滴となり、泥や小さい昆虫や、その他の異物を絡め取りながら転がり落ちる。この現象が、ロータス効果として知られる。また、里芋の葉などでも微細構造と表面の、化学的特性から、同様の効果が見られる。 ナノテクノロジーの分野では、塗料、屋根材、布などの表面で、ロータス効果を再現し、それらを乾燥した綺麗な状態に保つ方法の開発が行われている。これは通常、フッ素化合物やシリコーンで表面を処理することで達成される。ポリエチレングリコールに、グルコースやスクロースを組み合わせることでも、同様の効果が得られる。今ではこの方法により、自己洗浄を行う塗料や、 温室の屋根に使うようなガラス板にロータス効果を持たせたものも市販されている。身近な例としては森永乳業のヨーグルト製品に採用されているアルミニウム製の蓋がある。従来の蓋では裏側にヨーグルトが付着しやすかったがハスの葉にヒントを得て東洋アルミニウムと共同で開発したトーアルロータスという撥水性包装剤を用いることでヨーグルトが付着しないようになっている。 超発水性を得るため、ある方法では、洗浄したアルミニウムのブロックの表面を、水酸化ナトリウム水溶液に2時間浸し、水洗、乾燥後にスピンコーティング法で、厚さ約2ナノメートルのパワフルオロノナの膜を張った。これにより、水滴との接触角が67度から168度に増大し、この効果は、カッシーの式によって説明された。電子顕微鏡で見ると、 そのアルミニウムの表面に、ハスの葉の表面に似た、多孔性の微細構造が観察できた。出典は、北曹の樹学者、中もしくの述べた、アイレン説の、ヨドクアイレンのでおでしかも不ソめという一説である。www.lotus-effect.com スラッシュロータス効果を発見、製品化成功の植物学者、ビルヘルム・バーサレットによる、 登録商標番号479998。他に全く別の日本の会社から、ロータスエフェクトと、ロータスエフェクトとして、クッション、座布団、枕などの商品や、駅務の商標出願番号2009から031418から21もある。拒絶査定不服の新結不服2002から4196。商標新結データベース。アスタミューゼ株式会社。 2019年3月15日時点のオリジナルより、アーカイブ2019年3月15日閲覧。 h t t p w i f i z j p p r o d u c t s c o v e r h t m l h t t p w w w t o y a l c o j p p r o d u c t s h a c k h t t l h t m l s t a b l e b i o m i m e t i c super ハイドラフォービックエンジニアリングマテリアルズグオ、ゼットジョ、カイハオ、J リュウ、WJ アム、ケン、ソック、2 0 0十七127、15670から15671、ドイ、10.1021、JA0547836。ありがとうございます。